さーい。はい、サイスすいません、いきなり無茶ぶり。はい、この度クジラの島の忘れ物で、グエン・コア、役を、演じさせていただきました森崎ウィンです。よろしくお願いします。ヒロインをさせていただきました小野糸です。よろしくお願いします。クジラの島の忘れ物の監督を務めさせていただきました牧野雄二と申します。よろしくお願いします。海の方は楽しんだりとかされたんですか？そうですね、2人で結構泳いだりとかして。はい、泳ぎに行きました。なんか水着交換し合ったよね。大野さんと監督から見て森崎さんの印象っていうのを。印象、はい、結構やっぱ、本編の話をするとやっぱりまあ難しい、はい、片言の日本語っていうところがあったので、うん、それをやっぱりきっちり作り込んできてくれるので、はい、もう現場でも現場が本当にスムーズにいくような形できっちり作ってきてくれたなっていう、うん、はい、助かりました。そうなんですね。最初 の、 初日のシーンで、はい、結構重要なシーンがあったんですけど、はい、その時の森崎さんの表情が本当に素晴らしくて、うん、本当感動したのを覚えて、はい、褒めちぎりですよ森崎さん、はい、恥ずかしいですね。ちょっと、ぜひ映画を見ていただいて。そうですね、皆さんも感じていただけたらもう幸いでございます。見ましたってこう昨日公開だったんですけど、はい、それでもう昨日見に行ってくれて、はい、もうその見てくれたっていうだけで僕はもうすごく嬉しくて、うん、もうあ、こうやってこうなんかちゃんと自分が携わった人たちを、うん、もうちゃんとこう作品見るんだなっていうのが、うん、伊藤ちゃんのこう誠実さが本当ですよね。本当にもうめちゃくちゃ誠実、もう本当にもう定規がなくてもまっすぐな線描けるぐらいだと。本当に素敵な方ですよ、本当に。定規がなくてもまっすぐな線が描ける。これも普段から森崎さんはちょっとこんなオリジナリティあふれる感じですか？そうですね、はい、現場でもやっぱりそうでしたか？ちょっと一癖あるギャグを。一癖やっぱりお前伝わってなかった部分があったんですね。でそれがすごい面白くて、はい、伝わってなかったな。すごい面白かったんですよ。そうそう、はい、一癖あるギャグを言うと、ちょっとひねりあるんですね。ちょっと笑ってくれてたりしたから、はい、伝わる人いるんだなとか思って。あんまり普段から伝わらないんですか森崎さんのギャグ。マネージャーぐらいですね、分かってくれる。めちゃくちゃ孤独ですねそれ。過去に傷を背負って、うん、生きていくっていう女性の役だったんですけど、はい、この私も大好きな沖縄舞台に、うん、コアも、はい、貧しい暮らしの中で頑張って前向きに来ているっていう青年に、恋をして、はい、自分も変わっていくっていうところがやっぱりたくさんの人にの心に刺さるんじゃないかなって思うので、はい、ぜひ見てほしいなと思います。やっぱりこう沖縄とベトナムという、こう2つの国を、またがったこの作品になるので、まずこの2つの国の情景だったりこの景色の美しさというのがこの映画に存分にこう盛り込まれていると思うので、その景色の美しさに負けないぐらいのもう純愛という物語がうごめいていますので、ぜひ皆さんも心をきれいにしたいときは本当に見ていただけたらな